滝の宮念仏踊りの発祥は平安時代まで遡ります。それは仁和4年、讃岐の国が大干ばつに見舞われた時のこと。池や川は干上がり、あらゆる作物も枯れ果て、人々は疲弊しきっていました。それを見た当時の讃岐の国の国司であった菅原道真が、自らの命を懸けて木山に登り、そこで7日7晩雨乞いの祈祷を続けました。すると満願の日、大雨が降り出し、これを喜んだ人々が御頭天王社、今の滝の宮神社で踊り始めたのです。これが念仏踊りの始まりだと言われています。その後、太宰府で道真が亡くなると、人々は天満宮を祭り、その神前で道真の菩提を弔うために踊るようになり、後にこの地を訪れた法然が念仏を唱えて踊るように振り付けをし、それが雨乞いの神事として今日まで伝えられていると言われています。滝の宮神社へは棒付きや奴などに先導され、行列をなして向かいます。なんともせいよいしょ。